はい、皆さんこんにちは。パープガールズかっこかりの新井まなみです。本日もスーパーマリオデッセイやっていきたいと思います。前回チュートリアルから1面って言ってるのかなは終わったので、今回2面をやっていきましょう。なんだこの子は。ヒントピノキオ、こんにちはマリオさん。はい、ピッチ名をお助けするためのパワームーンの場所を操作中です。パワームーンが見つからないのでしたらコイン50枚でお助けします。だいぶって感じですね。買いまーん、じゃあ1回買ってみましょう。印をつけたのでマイナスでマップを見てください。右斜め前にあるみたいですね。これですね。このパワームーンも手に入れたので、あれに乗っていくんだよね。そう、この子に乗って次の国に向かうんです。レッツゴー。そうでした、ここに乗っていくんです。と、あれ、これ中が見れるんだ。へえ、なんかある。あ、そっか、あれはそれだ。どれだ。へえ、なんか服も変えられるんだね。こんな感じですね、内装は。出発するにはこれをペイって、そうだ、そうやるんだ。まだまだ初心者でございます。待って待って、あ、これでいい、これでいいんかい。次は砂の国。いいなぁ、こういうのに乗りたいなぁ。私飛行機とか大好きなんで、めっちゃ震えてるじゃん。飛行機とか大好きなんで、旅行が好きなんですよ。まあ別に一人でどこ行ったとかそういうのはないんですけど、基本的に飛行機は好きです。だからジェットコースターとかもまあ平気な方です。あっちにゃ遺跡の塔の上、これか。すごい、なんか寒そうだけどね。ブルルって寒い、おかしいな、思っていた砂漠とは少し違うみたいだ。あ、塔の上が光ってる。パワームーンかな。砂漠なのにほら氷があるんです。これ壊せないの。お、住人が、先住民がいますね。突然地面から氷が飛び出してきて、砂漠が寒くなってしまったっすな。ここは何ですか？うん、ここはショップですね。これ何コイン？ 2 種類コインがあるんだね。コインはどの国でも使えますが、こっちの紫のコインは集めた国でしか使えないっすな。ハート型アイテム、パワームーン、パワームーン買えるの？クレイジーキャップ帽、クレイジーキャップ服。あ、このお店がクレイジーキャップ社っていうあれなんですね。パンツ服、パンツまであるじゃないか。凍えますな。かき氷は寒くて売れないっすな。あ、そっか、暑い国だからかき氷はね、売れてもいいはずなんだけど。旅の上しゃがむ、他に何かありそうだけど天井が低くていけない。 ZL を押してしゃがむと良いです。あ、しゃがめるね、こういうことだ。うわー、すごいな、このポスター。何よ、何ポスター、今撮れたんだ。ええ、探し物は何だろうな。それはそれは砂の国でスロットやろうと。どこにあるのかわからんな、探してみてよ。ピッピッピー、ちょっと何言ってか、ここがあれかな、スロットのやつかな。今のなんかインコかなんか言ってたやつ。あっちにゃから世界に広がるスロット部屋にいらっしゃいますですな。一回遊ぶのにコイン10枚いただきますな。商品はパワームーン。商品パワームーンってちょっと。大事よ。こういうことか。えい。あ、ダメじゃん。ちょっと。もう一回やらせてください。これこっちからさ、フィーってやったらいいんじゃないの。フィー、きたー。パワームーン、イエーイ。
イエーイ。1個目のパワームーン手に入りました。砂の国でスロットやろっと。まあパワームーンが手に入ってからいいでしょう。外寒いんだって。今日も寒いけど、よそから新婚さんが来たかと思えばその後寒くなってどうなってるんすな。何やったんだ。お、びっくりマーク。さっき来た新婚さんたち遺跡の方に行ったきり帰ってこないっすな。遺跡ってあれかな、光ってる方ですね。なんかクッパのシャドウ、これクッパなんだ。これが遺跡かな。あっちに遺跡入り口と。ほっ、あ、すごいすごい回る。あ、これ上からジャンプしたらよかったやつやん。そうなんだ、そうだったそうだった。で、この子に、で、この子がですね、時間でね、爆発しちゃうんですよ。危ない、ギリギリだった今。カモーン。あ、ダメだ。で、ここにピョーンと行ってコインを取ります。ありがとうございます。いいね、ちゃんと矢印あるのいいね、嬉しいね。わー懐かしい。これどんどん埋まってっちゃうやつでしょ。あーって言っても上がれます。というね、なんかこのサボテン、なんだったっけ。あ、わーい、なんかありそうだけど、ここは先に進もう。で、2D になるわけね。しゃがむ。よいしょ。あ、懐かしい音。コインはこの国だけで使えるんだ。へえ。あ、さっき言ってたやつか。これ、よいしょ。全部取りたくなっちゃうよね、これ見るとね。で、これどこに行ったらいいんだ。こう行ったらいいのか。すごい、なんか下にある。で、とりあえず上には上がってきたけど、あ、壊せるやつもあるんですね。ここは何、ここは。あ、またあれか。すごい、いっぺん見渡せる。あそこにパワームーンがあるじゃないか。すごい、なんかいろいろありますね。やり込み要素がいっぱいですね。とりあえずじゃあこの塔の上に登りましょう。なんかこの 2D の感じ最高ね。ゲームボーイアドバンスでよくやってた。しゃがむ。あ、タイミングが一緒でやった。あ、なんかありそう。なんかありそうだけど行けないよ。あれ？こっちから行くのか。あるじゃんか。で？ずっとぐるぐるしちゃってるよ。で、あ、危ない。で、これをこうして、なんかあるな、絶対なんか。ほら、あった、パワームゲット。壁画に隠された秘密と。これ一面終わらせるのに結構な時間かかっちゃうんですけど、どうしたらいいんだろうな。危ない危ない。とりあえず中継地点というか、ここまで来ました。いてて、て、足しびれた。よいしょ、床がミシミシってなんで。
さあ、半分かな、これで。半分じゃないね、3分の1ぐらいか。集めて砂のムーンチップ、ムーンチップを、なんだあいつは。これがね、すっごい難しいの。えい、あ、タイミング間違えた。で、これをペッてやると熱エネルギーなのかな、これわかんないけど、みたいなのが定期的に出されるんですよ。えいって。で、これをこれに当たっちゃうとまたそれも食らっちゃうんで、取らなきゃいけないですよね。あ、あっちの取れなかったよーんと。で、またえいって、ほっ。で、これが連携していくので、それに気をつけながら、えいと。あ、言った矢先結構長くなっちゃうからね。なんかアドバイスあったら。あ、下手くそ。 OK、 OK、 さあ、なんだ、ミルゾー遺跡チップを1個集めました。パワームーンのかけらか、なんだこいつ。またこれできるのか。メガネをかける、外す。これだって毒池でしょ。あ、見えない道がありましたね。これに乗っていけると。あら、クッパの足跡が。どこに向かった。クッパここにいるね。あっちに向かったから、とりあえずパワームーンのかけらを出さなきゃいけないから。かわいいな、この人。あ、見えない道を発見しました。超怖いんだけど。超怖いよ、超怖い。さっきもあったから、この道をまっすぐ、ふっふっふ、ね、こうしてまっすぐ。ああ、そうなるよね、そうなるよね、見えないんだもん。じゃあ、あのコイン諦めよう。で、次が、あ、そこにあるじゃん。ドーン。ちょっと遅くなるんだね、かけると。そこに乗りたい。え、多分またここも見えない道なんだろうね。とりあえず乗って、ほら、あった。ここここここが、あっちにコインが大量にあると。慎重にね、こういう時は。で、こっち側に渡ってきてここまで来ました。で、あそこにかけらが1個あると。降りるときどうしたらいいんだ。普通にピョーンって。いいね。ね、結構クッパ歩き回ってるんですよねーと。こうあれかな、また。あと1個なんだよなー、どこなんだろう。あとどこあるじゃん。すっげー遠くにあったじゃん。これで集まった。これで今15分ぐらいか。やれるかな、もうちょっと。よいしょよいしょ。これでパワームーンが手に入ったとで、1個手に入りまして、
そっか、あそこの遺跡の中にあるんだ。じゃあ今回はここまでにしましょう。